こんばんワッフル。こんばんワッフル。金曜日夜いかがお過ごしでしょうか。今回も始まりましたアビズメイサ。このアビズメイサでは芸能事務所アビクションに所属している私たち水谷圭人、海老原優希、糸野レイヤ、佐久間しおり、相川智美、有田奈緒の6人の女の子たちで楽しい時間をお届けしていきたいと思います。そして12回目の今回は神谷さん隣から、はい、はい、赤担当エビちゃんこと海老原優希と、はい、黄色担当さくちゃんこと佐久間しおりと、はい、ピンク担当奈緒ちゃんこと有田奈緒、白担当ともちんこと相川ともみの6人でなくて4人でお送りしたいと思います。誰かが見えたんじゃない？誰かが見えた。 そしてこの収録の様子はですね、また葛飾 FM さんの YouTube のアカウントで配信されることになっておりますので、そちらも最後にお伝えいたします。イエイ。それではいきますか。はい、はい、それではアビズメイサースタート。それでは早速参りたいと思うんですが、その前にじゃーん、じゃん、立石市の気まぐれまーちゃんさんからお便りをいただいちゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。大好き。そうなんですよ、あの前回ねこっちに来た時にあのフライヤーを持って行かせていただいたんですけれども、ポスター、そうなんですよ。その時の様子をぜひ、はい、読んでいいよ。あ、読んでいいの？やった。読んでいいよ。ありがとうございます。じゃあ読ませていただきます。はい、先ほど美女3名が私の前を行ったり来たり、あの何かとお話ししたんでしょうね。はい、したらしたでしょう、ね、お手持ち噛みすぎですね。お手持ちのアビズメイサのパンフレットをお渡ししていただきました。モノ本の方が修正がなくて美人でした。だいたい私は可愛いお嬢様は好きなんですが、とりわけ女性的な美女、もちろん毎週金曜日は23時半から23時44分葛飾 FM じゃんということでいただきました。ありがとうございます。可愛い可愛いね。モノ本とね、うん、おっしゃってますので、ね、モノ本の方が可愛い。美女3人は、うん、なおちゃん、私、ケイティだから。あ、いいよ、羨ましいな。いやでも本当に嬉しいね、嬉しい、お便りをもらうと、うん、ね、本当に私たちの力になりますからね。そうだね、本当に思います。ということで、はい、うん、フリートークに参りますか。はい、はい、ね、今日のお題、じゃじゃん、てれん、てれん、今回12回目の放送はですね、うん、女子から見た、うん、女子の可愛いポイントについて話してみたいと思います。うん、そう、うん、今まではね同性っていうよりは異性のキュンポイント、うん、恋愛についてだったりとかしたと思うんですけど、うん、それよりは同性から見た同性の鋭い目線をね、うん、切り込んでいきたいと思います。なおちゃんどうした？すごいね、なおちゃんのエネルギーがねいつもと違う、ね、ありがたい。女子がねちょっと可愛い女の子が好きなんだよね、うん、あの変な意味じゃないよ、うん、変な意味じゃない、私はね、私は変な意味じゃないよ、なんか含みがあるよね、その言い方。まあ後々ね、まあ後々ね、うん、そうなんですよ。ちなみにねやっぱね同性から見た同性ってやっぱり視点が鋭いと思う、うんうん、そうだね、異性とは違うね、違う違う、そうそうそう、お姉じゃないけどお姉の人たちがやっぱ毒舌なのと一緒で、うん、まあ、厳しくはなるよね。確かに、うん、そうだね、うん、だからそれをねちょっと一人一人どういうタイプがあるのか聞いてみたいなっていうのもあって、うん、ね、はい、やってみました。はい、ドキ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 。じゃあなおちゃんの早速聞きたい、うん、聞きたい、うん、はい、なんか最初ないや、最近発見したんだけど、うん、なんだろう、女の子、あの成人まで行かない間の女の子、未熟な女の子、うん、まあ幼女、まあ変態、うん、なんだけど、それであのねバレエ、踊る方のバレエ、うんうん、バレエをやってる女の子があの髪の毛もすっごい綺麗にお団子になってて、ね、うん、でバレエ帰りであのまだヒラヒラの服を着てて、うんうんうん、でパーカーを着てて、その上から、うん、でさらに白いタイツでなんかもう細い、うん、すごい描写の細かさ、すごいね、シュッてした足が見えてて、うん、足元はスニーカーみたいなカジュアルな感じ、うん、っていうのが可愛い。すごいね、マニアックで、私見たことない、そう、うん、
結構ある。お嬢様なんだろうね。なんかそう、そんな感じがするよね。バレー私立通ってそう。そうだね。確かに確かに。イメージある。そう、なんかそれが可愛いなと思って。そこをピンポイントで狙ってくるなおちゃんの鋭さ。すごい。すごい。そうそうそう。何回か見たの最近。電車なんだ。電車とかで。そうそう。可愛いなと思って。よく見てる。でもさ、それ成人までって大切だね。そうそうそう。なんか、あ、なんだっけ、ブラックスワンっていう映画あるじゃん。で、ナタリー・ポートマンさん大好きなんだけど、なんか、それとはちょっと違う、キュン、キュンではなかった。なんか大人な感じ、ナタリー・ポートマン。そうだね。で、そのだから成人に行かないっていうのがポイント。ポイントだね。キュン。かわいい。なおちゃん連れて帰んないでね。連れて帰んないよ。危ない感じになっちゃうからね。ね。女の子だからいいけど、こんな可愛い女の子だからね、許されちゃう。これ男の人が言ったらちょっとね。ちょっとね。ちょっとやばい。やばい。許されるパターンですね。まあでも僕もこういうの好きですっていう方いたらぜひメッセージ待ってます。怖いよ。怖い怖い怖い。怖い番組になっちゃうわ。怖いよ。落ち着こう。落ち着こう。はい。あとね、ちょっとその前に喋ったんだけど、エビちゃんのがすごい気になるのがあって、ぜひ皆さんにもお届けしたいんだけどね。どっちどっち？ね。あ、そっち。Tears。私は女の子の涙。わ、変態。いや、すごいよ。え、なんで綺麗じゃん。なんか可愛いじゃん。なんかその泣いてる理由にもよるけど、何かに負けたり悔しいとか、そういう涙は可愛いと思う。キュンってくる。よくさ、女の子の涙が男の人にとって武器になるのは分かるけど、逆にさ、あんま聞かないよね。同性でもキュンとするんだっていうとかね、キュンはしないよ。可愛いなって思うだけ。可愛いなって思っちゃってるじゃん。そう、可愛いなっていう感覚ないもん。なんか泣いたらなんかゾワちゃった、ゾワってする。どうしようか。理由にもよるよ。理由にもよる。それ大事。確かに。そう。泣かせちゃったとかだったら悔し涙は可愛い。確かに確かに。そうね。確かに一生懸命やってるのがやっぱりね、輝いて見えたりするんだよね。絶対そうだよ。ちょっと変態っぽい。変態じゃない。いいと思う。いいと思う。いいと思う。2回言うそれね。でも男の人の涙はそんな好きじゃないよ。あ、そうなんだ。なるほど。あんま泣かなくない。でも男、あ、わかんない。ちょっとうちのお父さん泣くわ。ラスカルとか。かわいい。かわいい。なおちゃんのパパかわいいな。そう、感動系で泣いちゃうね。あ、でもそういう姿を見るとちょっとってなる。わかる。お父さん世代とかがこうなんか感動するものとかで泣いてたりとかすると、とかなんか一生懸命泣いてないよ的な、こう鼻を嗅いでるだけだよみたいな、決してティッシュで涙を拭ってるわけじゃないんだっていうのとか、鼻を嗅いでるだけ、そう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 、はなんか、あ、頑張ってるなって思って可愛いなって思うかね。ごまかしてる感がいいよね。全然ごまかしきれてないけど、そうそうそう、バレてるんだけどね。逆にそんなさくちゃんはどんな感じが。私は多分みんなほど女の子をちゃんと見てないのよね。でも大好き。そうそうそう、男大好きだから。ちょっと語弊がある。男大好き。そうそうそう。でも単純に笑顔の子は好きです。女の子笑顔は大事だと思う。大事。そうそう、だから極論、極論よ、あの本当私がすごい性格悪い人みたいな感じになるかもしれませんけれども、はいはい、ブスこそ笑え。はい、わかりますか？川島さん笑ってる。いや、もう本当に、あの、なんだろう、ほら、可愛いとか美人とかっていうのはもう生まれ持ってある程度決まってたりとか、そうだね、するじゃん。でもだからといって、ね、そんなに顔が恵まれてなかったとしても、いや、私も、私は別に特段可愛くないし美しくもないから、同じ土台で言ってるんですが、私がそのブスとして心がけているのは、せーの、ブスこそ笑え。それですよ。笑顔は大事。笑顔大事。そうそうそう、だから笑顔大事。すごく可愛く見えるのよ。うん、本当にちょっと例えばぽっちゃりしてる子とか、でも笑ってるとすっごい可愛いなって思ったりとかするから、笑顔大事よ、みんな笑顔ね、笑って笑って笑って、スマイル、スマイル。ね、逆に美人がさ、すっとなんか真面目な顔してるんだろうけど、全然何もないんだろうけど、なんか怖く見えない。それが一番怖いよ。超綺麗な人が真顔怖みたいな、怒ってるのかなみたいな、怒らせた。そうそうそう。なんかさ、ちっちゃい頃からてか言わない、可愛い子ほど性格悪いみたいな。
あ、なんか言うよね。めっちゃ言うよね。真顔だけで怖く見えちゃうんだよね。そうなんだよね。そうそうそう。だからやっぱりあれですよ。みんな美人だろうが、可愛かろうが、ブスだろうが、笑おう。とりあえず笑おう。そうだね。そうそうそう。そしたら人も寄ってくるからさ。そうね。そうね。その方が人生楽しいよ、きっと。そうですね。はい。作間的な女の子の萌えキュンポイントでした。はい。名言が出ましたけど。はい。ちなみに私はなんかちょっと2種類あるんですけども、自分がちょっと目指しているこうなりたいな、こういう女の子になりたいなっていう理想と、逆に自分が男として生まれたら、あ、ちょっとこの人に惚れてしまうかもしれないみたいなのがあって、まず前者からいきますと、名前も出していいのかあれですけどね、ジェラードピケさんの、まあ、服が好きなんですけれども、それもありつつ、ノコノコルームウェアね、そうなの、もうふわふわのね、あれを着てる女の子が好き可愛いなって思う。なるほどね。まあ、女の子を象徴してるよね。そうそうそう、女の子っぽい女の子っていうのが。エビちゃんどうした？私はやだ。嫌なんだって。なんで？私は普通にスウェットとか着てる女の子の方が逆に可愛いと思っちゃう。あ、そうなんだ。え、運動した後みたいな、なんかギャップ、普段とのギャップで、ああ、気が抜けてる姿みたいな。そう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 、普段キッチンだけど、部屋はスウェットみたいな。そうそう、あ、いいか、可愛くない？ギャップ萌えですね。うちはね、でかい T シャツを T シャツだけ着てる人が好き。ああ、可愛い。 T シャツだけって言うとなんか下着も何もつけてないみたいに聞こえちゃった今。それで、それで体操座りして上目遣い。あ、可愛い。すごいシチュエーション。カレーシャツいいよね。カレーシャツ、カレーシャツいいね。マジ最強だと思う。でもジェラピケも可愛いとは思うよ。可愛い、すごい可愛いと思うけど。着れる勇気はないな。そう、自分は着ないから。そう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 。私はパジャマ。あ、私はパジャマ。パジャマでも最近流行ってるもんね。そう、前もそう、前もねラジオで話したことあるんだけど、パジャマが好きなんだよね。あ、そうなんだ。パジャマ。パジャマっぽいパジャマ。もうパジャマ、本当パジャマ。今度着てきて。マジか。収録で。晒すみたいな。いや、じゃあピンクのパジャマ。そうだね。そうそう。なおちゃんのパジャマ姿が見たい人は。みたいなね。そうだね。動画見てください。そうだね。ですね。そう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 。それメッセージください。そうだね。そうね、そうね。メッセージが来たらやろう。うん。そうしようそうしよう。ケイティとかさ、ケイティとかブラにパンツで寝てそうじゃない。あ、マッパマッパ。家族的な。そうだね。確かに。そんな感じ。勝手な妄想ね。こちらの。いないのに。そうだよ。確かに。いないから。ね、言いたい放題っていうね。ね。いや。お。お。なっちゃったよ。ケイティの。マッパの話題もみんなどうやって寝てるのかを気にしつつ、そうね、妄想して、それいいね、はい、お楽しみください。それを今夜の、そうですね、夢に出てきてもらって、そうしましょう。そうなんですよ。あなた好みのお洋服で、ぜひそれも教えていただければこちらで紹介させていただきたいと思います。何を着て寝てほしいか、確かに気になる。メッセージください。お願いいたします。そのメッセージはですね、はい、メールアドレス789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp、ファックスの方は 03-5670-5332 までお願いいたします。お願いします。サメターとかもお願いいたします。はい。そしてですね、そうなんですよ、質問もぜひ答えますので、はい、ね、あとですね、最初の方に言わせていただきたいったんですけども、はい、YouTube アカウントでこちらの放送もご覧いただけることになりました。今回の放送分は27日の月曜日にアップされますので、土日を楽しみに待ちつつお願いいたします。お願いします。それでは、バイバイ。バイバイ。